ディーバークラブの皆さん、こんにちは。宮崎正弘です。今日はですね、バックポジションについて説明していこうかなと思います。ディクソン、はい、バックポジションって、一言で言いましても結構、たくさんのバリエーションがありまして、その、どのポジションが強いバックポジションなのかというのを、今日は説明していこうかなと思います。まずですね、はい、こうなった時バックポジションというのは、普通の形というのはこういう、これがバックポジションになります。で、この状態でストップすることっていうのはほとんどないんですけれども、まあ、こうやって相手をこう寝かしてこうやってキープして、で、ここからこうチョークスイーパーを狙うとか、まあ、こう腕を狙っていくとか、まあ、こう押さえながら叩くとか、そういった攻防ができるポジションですね。まあ、取ってる方が圧倒的に有利です。で、このポジションにも、結構バリエーションがあります。で、これは多分バリエーションの数としてはマウントよりも多いと思うんですね。で、その時に使う、ポジションの強い順から、教えていこうかなと思います。まずですね、4の字ロックですね。これは一度萩原恭平君に教えたことがある、バックポジションなんですが、このようにして足をこうかかってる足をこのようにして、引っ張ってきて相手の胴をこのようにして挟みます。で、これができたらこの足にこうロックをかけます。うん、これかかってもかかんなくてもまあいいんですけれども、まあ、これがこうやって足の裏に隠れていればいいですね。これになると、まあ、相手の胴をかなりタイトにキープできるので、相手がここから逃げ出すのはとても難しくなります。これをしっかりキープしてした上で殴る、もしくはチョークで、この場合だったらチョーク一回外れても左右のチョークをこうどん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 こう入れていくことができるので、まあ、これはとても強い、ポジションになります。で、この4の字ロックも、こう中に足が入ってしまうことがあるんですけど、でもこちらのロックをかける、うん、こういう4の字ロックも存在します。こちらも、こちらだと、相手の体がひねられるので、拘束力は、より、高くなります。まあ、その代わり相手の 真裏には入ってないので、結構チョークを取るときに、まあ、ちょっと苦戦する可能性が出てきますね。なので、こちらとこちらにかかるものとこちらにかかるものというのが存在します。あと、これは違います。この足組みは4の字ロックではありません。これは足組みバックで、これは良くないバックとされています。なぜこれが良くないのかと言いますと、この組んでる足に相手が足を引っ掛けてくることがあります。はい、これをされるとこのまま相手が足を下に伸ばすという話で、ふん、おりゃ、これ足が決まってしまいます。これ足を上からかけることによって、こちらの足をこのようにして、このようにして、はい、プレッシャーをかけて足を決めていくという、技があるんですけれども、これ結構、ほったらかしにしていると意外に決まってしまうので、うん、これ結構危険です。はい、なのでこのバックを取った際には、このようにして足をフックするというのが基本的な、ポジションになります。足を組むという手段はあまり、良くないとされています。まあ、その代わり例えばチョークを取った時に相手を反らしたい、相手をこう反らしてあげたいという時は、4の字ロック取れない時にこいつを取って、で、これで反らすという手も一つあります。ただずっとキープで使うものではないので、これは気をつけてください。はい、で、これが、まあ、言ってしまったら相手が仰向けで使うバックですね。まあ、ここまで来ればかなり、強いでしょう。だけれども、まあ、バックにも、たくさんの種類があるといったのは、こちらの平の部分だけではなく、相手が、四つん這いになっているところからも、少し説明していくと、ここからね、こうバックを取っていく、ポジションのことをバックテイクというんですけれども、まあ、ここからのバックテイクっていうのは、まあ、相手をこのようにして寝転がしていって、ここからバックを取っていくという、これもまあ一つの技術です。で、これを行う際に途中で行われる、ポジションとして、このようにシングルバックというものが存在します。で、これは何なのかと言いますと、こうシングルバックというのは、こうバックを取ろうとした際に、相手がこちらの足をかけられないように丸くなって逃げてくる可能性があります。
こうなった時に相手を拘束したい。しかしこちらの足をこうずっとフリーにしていると相手がどんどんこっちに丸まってきてしまって逃げてしまう。うん、こうなってしまわないように相手のこのこちらのここに足が入らなかったとしても、ここのお尻を挟むようにして、このようにしてホールドします。すると相手はあちら側に逃げれなくなってしまうので、はい、このまままたチョークを決めていったりキープしたりということができるようになります。で、これの少し進化系で言うと、これがシングルバック、そしてこれの下で組むこのポジションですね、これをツイスターフックと言います。はい、この足をこのようにして絡めたポジションになると相手は腰をずらせなくなるので、向こうに向いても、はい、動けなくなってしまいますね。これも一つのバックキープの方法です。ただしこれは、まあ、チョークに行くには少し相手の体の面としてはちょっと低すぎるところにあるので、うん、まあ、決めにくいんですけれども、まあ、これに関して言うとこうツイスターというこのような関節技ですね、こう脊髄を決める技なんですけれども、相手のここを腰をひねって頸椎をひねる技ではあるんですけれども、それを使うための、フック、足のフックの名前をツイスターフックと言います。それがこの、バックポジションに、そのまま使われているといった形ですね。はい、なのでこのようにしてシンプルにお尻を挟むものをシングルバック、そしてこれを少し複雑にかませたもの、これをツイスターフックと言います。まあ、ここからこのようにして足を、隙を見たらこうやって足を取っていって、でまた自分の得意なポジションに持っていくという、まあ、このようにしてポジションを少しずつ移行させていくわけですね。そして、手前になって、まあ、そのバックポジション、まあ、テイクダウンとかこうしたりとか、寝技の中でこう相手が逃げようとした時に行われる、これがサイドバックですね。これをサイドバックと言います。胸で亀になっている相手を上から押さえつけて、ポジションのものですね。これをサイドバックと言います。で、この時は、よく行われているのは、この、まあ、さっきもやったバックテイクを狙う選手もいるのですが、ここでこのポジションをキープしたいという選手もいます。そういった場合は、まあ、例えばこの胴クラッチをここに持ってくると、まあ、相手をこう立たせずに、済むことができるようになります。まあ、ここから相手が何をやってくるかっていうと、まあ、こう立ち上がって逃げようとする。このまま逃げて、で、このようにしてクラッチを切って正面を向く。いや、正面を向く。はい。で、この時に、普通のバックでよく取る、ここで直接チョークを狙っていったりすると、このまま相手はむくっと起きられて、で、この腕をくぐられる。このようにして逃げられる。なので、ちゃんと足を絡め取ったバックを取るまでは、たつき掛けのこの形ですね。これを取ってスタンディングに残ることは少し危ないとされています。まあ、抜けやすいので。で、この時は、スタンディングの時は、ここの胴クラッチか、胸の上のこの胸のクラッチの2種類になります。で、相手が完全に立っちゃった場合は、このようにして胴クラッチ、このようにして、相手の胴を組みます。で、これに対して、ここの肘を使って、相手のももを崩していって、もう一度、同じポジションに戻してあげます。そしてここから相手がもう一度こう頭を起こして立ち上がらないように、相手の胸にクラッチを組むようにします。こうすると、相手が立てなくなるので、このようにしてポジションをキープしながら、このようにして手を入れ替えてバックテイクを狙っていく。で、目指すのはこのようにしてチョークを取れれば、まあ、ゲームとしてはかなり成立するでしょうね。なので、まあ、バックにはこれぐらい種類があるんですけれども、まあ、スタートするところはだいたいサイドバックからとかスタンディングバックからスタートしていって、まあ、崩して、サイドバックになる。そこから、まあ、バックテイクを狙うのであればシングルバック、まあ、得意な方がいるのであれば、ツイスターフックに入っていって、でそこから、バックポジションさらに4の字フック、もしくは、まあ、そうですね、そのまま途中でチョークを狙うとか、ポジションを切り替えてマウントを取るとか、そういう風にしてバックポジションをキープしながら、グラウンドのポジションを、支配していくわけですね。なので、まあ、バックを取っていると大概はその
なんだろう、ゲームを優位に進めているということになるので、だから取られている方の選手はかなり不利です。はい、だけど、最近の格闘技だと結構背中を向けて立つことも多いので、なのでバックポジションというのは、総格闘技の中ではよく見られる、ポジションになっているので、ぜひそれをチェックして見てみるのはいかがでしょうか。もし、この動画が面白いと思いましたら、これを参考に、試合の動画を見てみてください。わかった？はい。ではまた。